公園ね。これは埋まります。いや、ハゲ頭丸見えだからな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回はこの仕事サボるというゲームをやっていきたいと思います。ほい、スタート。これはね、会社バックレルと、まあ、同じとこが作ったシリーズのやつやね。めっちゃ怒られてる。あ、てか、なんかスーパーの袋落としてったけど。はい、ステージ1。あ、今回は主人公は前までの上司ってことか。じゃ、上司のさらに上司がやっぱりあの女の人やったわけやね。やっぱりそうやったんや。お、あ、あの上司の、この上司の目をかいくぐって、ヤッホー。めっちゃ開放的なんやけど、いいね。はい、ステージ2。そして、お、なんこんなところに唐突にこんなショップあるの、マジで。100円あるやん。100円あるけど、これでなんか買う。新聞ゲットした。ってことはこれをここで、そういう感じ。読み寄る風にするんかと思ったら寝寄る風なんや。まあ、確かに寝寄る人の新聞ね、いちいちハイで顔見たりはせんか。はい、ステージ3。まあ、上司は上司でこんな風に大変なのね。そしてこのシリーズを通して出てくるキャラクターとか結構好きかな。愛着湧いてくるよね。待って、あれは、あ、これは、これは上司の大好きな大好きな本じゃないか。はい、これで。シューわーい。ちょうど下に沈んだ時に上司が通っていくっていうね。ヤッホー。はい、そしてステージ4。お、これはなんか服のコーナーやね。こっち側に。何？入らないの？入りなよ。そう。よし、これで大丈夫でしょう。ヤッホー。はい、ステージ5。またしても出てきた上島竜兵像。お、これちょっと頭からかぶろう。はい、かぶりまして、ここに。やだ、何この人って言われよるみたいな。え、マジで？マジで？そっちも人だったの？仕事が家で抜け出してきたんかな。4ページあるんやね、これ。ステージ6。なんで常にさ、腐ったバナナがあるの？おかしいやろ。とりあえず、腐ったバナナ入手して、この2人に食べさせますかね。はい。さあ、これで？この下？入りなよ。え、だってさ、これ手前側誰かおりやん、これ。誰なんやろ。今初めて気づいたけど。ヤッホー。はい、そして2ページ目。なんかおばちゃんたちがおるけど。誰？ステージ7。お、女装しちゃいます？うわぁ、変態。超絶変態。まあ、列に並びましょうか。やばいやばい。すね毛。うわぁ、そしていた。でも、あっちの人はどうなん？普通にお姉の人？はい、ステージ8。お、不良くんたちやん。いつだったか、上司がボコボコにした不良くんたちじゃなく、混じる？混じっちゃう？ちょ、待って、銃出てきたんやけど。絶対これ取ったら警察に捕まるやつやね。仲間に入れて。誰だよ、おめえってなるやろ、絶対。わあ、逃げよる。何？意外とやんちゃだな、上司。はい、ステージ9。何？公園ね。これは、埋まります？いや、ハゲ頭丸見えだからな。だよね。チックショー。小梅太夫や。しかも無言で埋められるというこの怖さ。そこは丸見えだよね。どう見ても丸見えだよね。あ、連れ戻されよる。やっぱ上司も、さらに上司から逃げたかったんやね。だからこう、ちょっと主人公に分かるよ、みたいな。言ってくれよったよね。これ積み重ねて、ここに。ああ、これならわからない。なるほどね。あと
てかあれってああいうタイヤってさ半分だけじゃないん、下に地面の中に埋もれとるってこと？はい、そしてステージ10。なんか伸びたと伸びたのママみたいな感じなんやけど、よくさこういうとこの前でさなんかインタビュー受けたりとかするよね、芸能人が。来ちゃう？来ちゃいます？あ、やばいやばいやばい。しかもノリノリ。あー、子供に現実を見せてはいけない。かわいそうじゃないか。はい、ステージ11。なんかもうなんか今までの集大成ぐらいにいろんな人たちが出てくる。そしてお、これで何、太鼓叩く？でも丸見えだと思うけど。ですよね。何気持ちよく太鼓叩いてんだおいって感じよね。これはなんか太鼓のバチやと思うけどドラムの方行きます。ドラムのスティック。ないない、オタクもこんなところに参加してきた。ヤッホー。お、これは、この子さ、あれじゃない？あの、前回までの主人公じゃない？あんなに一緒にギターやったのに、上司が一緒にデビューしてるみたいな。つら。ステージ12。ん？これ、もう、あれか。服売り場だね。あ、さっき、トイレで一緒になった人。どうも。リンゴ、あ、そういうことか。これを着て、あれ？あれ？ちょ、待って、あれ？あ、どうも。え、なに？惚れられた。惚れられてしまった。あれ？ドレスを着てさ、胸のとこにリンゴ入れるんかと思ったけど、違う。あれ？違うの？なに？え？どうするの？だってこれちょうど2つあるしさ。え、そういうことでしょ？ここに、ダメ、そこに立つだけじゃダメやって。こっち側で着替えるってことか？ちょ、待ってね。これで、で、はい。着替えてよ、早く。髪の毛も必要？髪の毛はどうやればいいんだ？じゃ、そこのカツラ。ダメだな。ダメだな。え、でもさ、あれゲットできるもん、この2つしかないよね。ん？そんなことないのか？他にもなんかゲットできるもの。ドレス、違う。あれよね、ドレスを着るんなら、釣り竿でカツラを取るとかそういうこと？自分がされよったみたいに。あ、この人のカツラを取ればいいんかな？そういうこと？は、お、取れた。これで、はい。リンゴ丸見え。リンゴ丸見えか。やばい、めっちゃ巨乳。惚れられてる。マジで？だって顔何もいじってないよ。はい、そしてステージ13。これ3ページ目かな？そこの中に入ればいいんかな？は。いや、ダメだな。ちょ、待って。ここも女装か？そういうことか？うちは、そういう撮り方？やばい。で、かぶって、中に。それでも分かりそうやけどね。十分分かりそうだけどね。はい、ステージ14。何起こってるの？何この風船？なんかゲットして、泣いてる。え、そんな泣くほど？この人何怒りよんやろ？ゴミ箱？あー、やばい。あ、これ部下か。部下だ、これ。うわー、そうやって切りさせて、開かせるっていうね。これはどうなんだ？泣いてるけど。待ってね、はい。これ逆にするとかそういうこと？みんなめっちゃ泣いてんだけど、なんかすごい悪いことした気分。めっちゃ悪いことした気分だけど。何これ、どうすんの？持つ。え、持ちました。これも持つ。飛んでく？そういう？飛
行機から目撃されてる。やば。はい、ステージ15。なんだこの銅像。マジでなんか大活躍やね。なにこれ。あ、台座で、え、で、どうすんの。あ、ダメだダメだ。あ、逮捕された。やば。逮捕された。そんなことにはなりたくないね。でもこれ台座で、え、どうすればいいんだ。これも触ろうとしたらやっぱりなるよね。え、でも、普通にそのまま台座の上に立っとってもさ、絶対バレるやんか。え？立ちます？めっちゃ写真撮られよりやば。ちょっと待って、右側の人顔のドアップしか撮ってないやん。はい、ステージ16。部下はあれなんだね。この女上司の味方なのね。やっぱこの上司に普段いびられたりとかしようけん。ヒゲ剃りやヒゲ、ヒゲ剃りじゃないんかな。羊の毛を刈る。そして、いや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 。ハゲ頭が輝いてますが。両方を剃って、はい。剃ります。剃ります。で、ここに隠れると。足見えてるけどな。そんなことのために駆られてしまった羊をかわいそうに。はい、ステージ17。あの穴はちょっと危険な感じがするけど、これねえ、お、ここにこうやって、これで、でも顔そのまんまなんだけどな。服変えただけなんやけどな。わかると思うけど。はい、ステージ18。どういう状態かわからんけど、なんだこれは。これは展示物ってことか。壁めっちゃ穴開きそうやけど大丈夫？はい。じゃ、ここ。なんでさっきのさ、台座の上のは気づかんのにこれは気づくん？ちょっとよくわからないよ。ちょ、待って。とりあえず、これでね、こっち側を壊したいの。あ、すごい！これ、これやばい！しかもちょっとなんか民族衣装っぽい感じになっとったし。はい、そして、お、これで最後のページやね。4ページ目。はい、ナンバーじゃない。ステージ19。なんか、干し草のところなんか普通に行きそうやけど。ああ、お亡くなりになった。ダメだ。ダメだ、ダメだ。え、でもこれめっちゃ普通よね。なぜそこにいる？いやいやいや、絶対自分もこれで逃げようとしとったやろ。じゃ、こっちか。あ、これで、え、これで掘って、ここにやって、で、で、あ、来そうになっても穴にはまると最低。でもめっちゃわかりやすかったけどね。引っかかるんや。ステージ20。またこのカップルが。まあ、今度このカップルあれね、会社外での。このバナナ、お、初めてじゃない、腐ってないバナナがこのシリーズで出てきたの。バナナ置く？お、猿がやってきた。猿ゲット。そしてお風呂に入れますか。で、自分も入る？猿に紛れて、てか公園に突然の温泉。やっほー。でもこの状況なんか実際にあったら怖い感じするけど、でもなんか可愛いよね。はい、ステージ21。砂の山や。とりあえず、ここに穴を掘って、お、海藻ゲット。そして、割られる、怖い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 。あー、それはお亡くなりになるわ。それはなるわ。とりあえず海藻ゲットの、こっちのスコップゲット、穴掘ります。で、海藻かぶったからなんなんだ。あ、こっちも穴掘れそう。あ、すごいすごい、そんな擬態の方法が。
スイカっぽいなんか。はい、ステージ22。お、画家さんが出てきた。何この丸。あー、ちょっとモデルを動かして困るよっていうことにはならないの。え、めっちゃ寝てる。この人なんでそこに。あ、次、もうこの上司めっちゃダメダメだな。子供泣かせまくるんやけど。かぶっての、あれ、かぶってのここの輪っかのところじゃないの、違うの。あ、椅子をゲットしてここへ。誰や、顔変わったんやけど。え、顔変わったんやけど誰。はい、ステージ23。お、ここはさっきね、あの暴走族というか、あの人たちがたむろしとったところだね。10。何？あ、大きな株？大きな株。これはバレるよね。バレますよね。大きな株。これは？これでいいの？あ、抜けた！じゃなくてって感じやけど。え？いや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 。これは穴に入ればいいの？とりあえず抜きます。さあ、ここ、とりあえず抜いて、イエーイってなってからの、怖い、なんか怖い。ヤッホー。え、これはバイク盗んでんの？よろしくないよ。お、チックショー、仕事終わらねえ。女上司が格闘している仕事と。いや、女の人でもこんな遅くまで残らないといけないのね。かわいそうに。お？あ、もうすごいボロボロで帰る夜。やばいやばい。あれやろ、きっとメイクとかもボロボロでね、髪の毛もボロボロで。辛いわ。かわいそう。これを見たらすごくかわいそうだから、なんか、あれ、このバイクあるんだけど。これで？あれ？これで？なんだなんだなんだ？こっち。うわ！人のバイクのヘルメットを盗んで。さあ、後ろに乗りなよ。え、でもバイク置いて帰ることになるよね、あの女の人。やっぱりこう、最終的にはみんな、なんだかんだ仲はいいっていうね。いやー、いいじゃないか。大丈夫、ここからレースゲーム始まったりせんよね。超安全運転や。みんな仕事しすぎで疲れてんだよな。まあね。いや、でもほら。ちょっと待って。めっちゃ追いかけられよるけん。超追いかけられよるけん。仕事なんてサボってアプリで遊ぼうぜー。上司がめっちゃかっこよかったって、かがんといかんらしいよ。はい、ということで、なんかいろいろ。あ、すげえ、アルバム。あ、じゃあこれ失敗も、このアルバムに含まれるってことかな。じゃあまあいろんなのがあるってことや。アイテム図鑑。アイテムも手に入れてないのが多分いっぱいあるんやね、これ。なるほど、なるほど。ほい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、でもなんだかんだ仲いいの見たらすごいほっこりするし、職場の人間関係がいいっていいよね。